種類楽しめるのいいんだろうね。おいしい。私は全のせってやつじゃん。モン君はなんだっけ、それ。卵。煮卵なんとか。いや。え？普通に気に入ったんだけど。気に入った？あ、そう。よかった。絶対俺リピートするんだけど。ほんと？うん。こんなに？マジで。いや俺好きだわこれ。どれ？お気に入りだって。よかったね。
っかく旅行来たなら食べないとね。太ってでもね。失礼いたします。すいません。大変失礼いたしました。申し訳ございませんでした。失礼いたします。お酒じゃなくてコーラつもいいよ。コーラ飲みたかったのすごい。口がさっぱり。でもラーメンにコーラって合うよ、意外に。ピザにコーラとかも合う。何見んの？なんか言ってたけど。なんか言ってた。疲れてる。なんか私のラーメンなこと言ってみるの。なんか恥ずかしいの。あ、もうと目が悪いか見えやんか。いいよ、いいよ。こう。で、広角をつけばいいの。広角持ってる。全く見えなかったコメントはね。これまで70人だった感染者。無事か。目の前でね。いいよ、これやったから。大丈夫。だったら二人見える。うん、コードどこの？ひでママはどこでもいいんだけどね。ひでママ、ひでママ。まあ、ひでママ、ひでママ。話題出すから、まあ、しゃあないよね。まあ、それは、ナナちゃんから言ってるからね。俺もそうだけど。ひでママ、助けてとか言って、普通にカラオケしてたとか、わけわかんない。全く話題出さなければね。ひでママがいじめられてる、助けてって言ってね。裏でカラオケ歌って楽しくしてるみたい。ていうか、ドサンコアイドどうなったの？あー、あれエスコートありがとう。これやっぱオカマちゃんはダメだったのって。ん？オカマはダメなんだって。女性じゃない。あ、そうなんだ。うん、言ったんだ。言ってたよ。喧嘩しなかったの？あんたいい加減しなさいよって。喧嘩してない。はい、わかりました。いや、そんな素直だったんだ。バカにしてんの？オカマのことバカにしてんのか言って言わなかったんだ。そういうの言わない、あんまり。言わないんだ。普通に、はい、わかりましたって言っちゃったんだ。女性の方だけでーすみたいな。去年のウォーク。一回さらにスープを仕入れて、こっちだけね。これに混ぜちゃおうかな、スープ。全然いいんだけど、ちょうどいいよ。なんか、これがちっちゃく食べてたね。ぐちゃぐちゃになるんだ。そのまま食べればいいし。ダメかよ。俺が食べづらいんだよ。まあ、これで食べるかい？ここに入れればいいじゃん、そのまま。そういうのか、これじゃラーメンになっちゃうから。だから、どう入れようかな。俺でいいんじゃない？それでさ。いやっほー。モモ君は誰とでも行くわ。あ、でも最近あっちとやってないもんね。モモナナちゃん。ああ、ヤミーだっけ。ヤミーとかエビゾウさんやってないもん、ね。あ、ヤミーとエビゾウさんかい。やってないね、最近ね、ずっとね。女性とコラボないよね。誰、俺？うん。いや、してるよ、普通に。霊感おばさんとか。してる、ちょっと。そういうのじゃなくて。あ、普通のデートみたいの？デートみたいな。七夕デートあったけどね。お客様、失礼いたします。はい、どうも、お待たせいたしました。結局、はい。一度、お騒ぎいたしますと。はい、はい、失礼いたします。はい、すいません。失礼いたします。食べれんの？いきます。はーい。一緒にね。あ、氷チョコな。あ、すいません。はい、取れりません。はい、ありがとう。いや、多いな。すごいね。もうちょっと半分いる？はい。
もういい、もういい、もういい、もういい。いい、マジでいい。半分こうしよう、半分。残すも残すも。残すって大事な、残すも。半分こうってほとんど替え玉2個分じゃん、はい、これ。はい。ほらねって何食べるか男の子は。この子意外と大食いだもんね。まあ割とでも少なめに減らしてるのさ、マジで体重ちょっとが増えてきた。めっちゃ大食いだもん。運が外してしまった。結構歩きながら食べちゃったからね、ウインナー。うんうんうん。なんか食ってたね、さっき。セーブできるんですか。いや、セーブしないとマジやばい。じゃ大盛り食べたくても普通盛りにするとか。まあ、減らさないとやっぱ食事の量をさ、運動し、普段そんなしないじゃん。ああ、そうだね。結局食事の量を減らすしかないんだよね。そうだね。我慢するしかないんだよ。今62キロ。顔パンパンになってくるからね。あんまりにね、太って。でも62キロか。意外とあるね、うん、脱いだとこ見たけど58キロぐらいかな。僕の分遅いよ。83キロ。嘘ついてないよ。前の測ったら83キロ。ヤミー40代っぽくだ。ヤミーナミーヤミーヤミーヤミー49とかさ。いや、もしかしたら前半かもしんない。50キロなさそう。ジャンプぐらいしか嘘ないよ、うん、ね、ほんとこんなんだよ。めっちゃ細い。ヤミジャンプと同じ嘘さ。ジャンプジャンプの黄金期のサイズと一緒。全然食べないよ。一緒にご飯食べたことある、うん、あ食べない。食べないよね、うん、びっくりするもん。焼肉一緒にいても3切れぐらい食って終わり。そうだ ね、 ね。でもあれジャンクフード好きなんだよ。ナッツとか。ああね、あんな結構食べてんだよ。結構おやみもなんか変色っぽいよね。モーニング配信よくてさ、あれは普通になってる。自分がこうも作ってる。料理配信っていうか、マーミンと一緒に自分の食べ物を見せてる。卓球館と書かれたのを取り付けました。なんかいい曲かかってる。何これ。手紙。あれか、あの背景をなんとかさ、お母さん魔女の宅急便かと思った。お母さんは元気です、体が悪いみたいだけどみたいな。プロスペクトに入るね。私は元気にしてますって。何やったんや。サモトの番組だって面白いでしょ。あれ、あ、古舘一郎だ。そうそう。おしゃれ関係で。なんか日曜かなんかの夜やってたんだよね。おしゃれ関係。もうないんだ。もう多分やってないと思う。
なんか資生堂かなんかあのスポークさんなんでね。きついわさすがに。ん？いやこっちでいいんじゃない。きつい。大丈夫だよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。2枚残っちゃったし、私ラーメン屋食べれないとかでこうスープに沈める作戦しますね。うん、こうスープにかくね、ぱっと見わかんないとか、はい、うまいね、こう程よい量なんでね、スープにこうあるすぐに食べんちゃうもんってなるよ、なるかも。でもいっぱい、うぅっ、うるさい。でも2種類楽しめるのすごいと思う。これが高いじゃん、これスープ。お金かかってそうな味してるし、このつけ麺のスープってどう思うの？最初の メジャーなやつはそうでもないけど、こっちのあ、美味しい。自分で選んだ方が美味しいよ。俺もこっちがいい。私も自分で選んだ。エビがいい。王道はそんなに、まあ、王道は普通だね。普通だよ、うん。このセットで1300円。俺の900円、私は全乗せだから1300円。全部乗っかってるやつ、チャーシューが2枚ずつとか、本当な900円。トッピングはだからスーパーな麺だ。トッピングも別にできると思う。あ、北海道でつけ麺屋って珍しいね。あんまり少ないかもね。へえ。あ、そっか、ぬるい麺だもん。ぬるく食べるのは寒いからぬるいラーメン食べないんだもん、こう熱めたら。うま、このスープ、ね、卓上のり食べ放題いいね。あれじゃん、カンカンだか、これあのりが食べ放題の、うん、ちなこれつけ麺に入れてもいいね。あ、ここにね、のり食べ放題スープやめろ。あ、割りスープ、これはいいよね。うん、美味しい。いいよ。あったら熱くなるし。もうスープが1個ついてくる。ほとんどね。紙エプロンあると。で、コインパーキングご利用で100円キャッシュバック。うん。コインパーキング使ったね。うん。お好みで調味料を使ってください。前玉ももう 200g だって、これ、うん、多いね、結構ある。 200g 100円。で、メインを食べ終わったらこの割りスープで最後キュッと。安い、新年配信できない、できない。大雪だよ。そうだね。で、すぐ心霊スポット埋まってるよ、そもそも。旨辛、辛いのもあるんだね。控えめ、普通、中辛、激辛、超激辛、旨辛、人気ナンバーワン、辛いので、濃厚、薬膳、
鶏塩、味噌、エビってこの中から1個選ぶの、もう1つ7種類あるからね、うん、明日の予定は奈々ちゃん起きたら空港来るよ。あ、直行？3時だから1時に送んなきゃいけないから。ハプニングバー行こうよ。ハプニングバーかい。でも配信キングムーじゃなくて。クラブはでも配信できないよ、どっちにしても。病院に行こう。いや、行っても多分何してるか分かんないと思うんだよね。何が？リスナーさんが。どういうこと？もうごっちゃごちゃで。あ、うるさくて、うるさいし真っ暗だし。何の配信だよってなるから。行けないって俺男なんだから。奈々ちゃん行ってきな。え、同伴だったらいける。いや、行けるけど、そんなホストクラブでさ。逆バクラの方がいい。いやいや、もうそんなとこで金使いたくない。じゃあハプニングバー。ハプニングバーの方がまだいいんじゃない。ハプニングバー今日も。そんなとこでつったらごめん。いや、そんなとこでつったら申し訳ない。そういう仕事の人もいるからね。インサロで、俺あのそのなんつうの、まあまあまあ配信企画でね、ん、ももくんピンサロで抜いてみたみたいな。私遠くから撮ってるから、しゃぶらふわっちで。いや、まあでも配信面白くなったらいいよ別に。ふわっちでやればいいじゃん。何ピンサロかよ。ハプニング見に行くだけだよ。俺知らないからね、分かんないから。やばいよ、本当にヤクザのとこ出てくるかもしれない。バレだろ。マジで。ちょっとヤバそうな配信はふわふわでやろうよ。そういう気は早速ね、ケースは配慮してくれないから。運営さん、ちょっと一回戻ろう、車。うん、そうだね。うわっ、びっくりした、ごめんなさい。何びっくりした。ちょっとトイレ行きたいな。あ、コンビニ寄るか。コンビニ寄って買い物したいだめだから。無料なんないから。はい、お伺いいたします。ごちそうさまです。ありがとうございました。いやいや、うん、美味しかったね、何気に。普通に美味しかった。普通に美味しかった。また来てもいいと思ったもん。お腹いっぱい。うー、まあまあまあ。いいね、これね。何が？この雪の寒い。おっぱい当たってるしよ、ほら。雪の中さ、こう。二人で歩いた方が安定感あるよね。うん、いい。雪の中歩くってのがいいじゃん。おっと、ももくん押さないで。いやー、押さないで、ちょっと待って。あー、やな、ももくん、あーちょっと押せないで、ももくん。早く、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 ちょっと。もうほれ、後ろ向いて。あ、大丈夫だわ。車来てる。よいしょ。大丈夫なの？大丈夫。お腹いっぱい、やば。やばいね。パンパン。食いすぎでしょ。ん？食いすぎ。なんか運動しなきゃダメなんだね。食いすぎだよ。食いすぎ。10キロ太るか。いや、俺も食いすぎた。明日食べんのやめようかな。一日。完全食いすぎだ。寒い。寒い。早く、いい子に行こうな。あ、あ、交代で行く？トイレ？
トイレ持ってってよ。あ、いいや。え、いやいやいや、ちょ買い物する。なあちゃん車で待ってるから、車にいるから。いや俺トイレ大丈夫。なんか買わなきゃいけないから、無理やりでも買った方が得。何しようかな。マスク、マスクない。あ、はい、マスク売ってなかったよ、全部。あ、ほんとなかった。これ買ってくる。全部売り切れ。ほら一枚も売ってない。やっぱりなって、こういうとこにありそうじゃね、意外と。ないね。ないわ。セブンは箱であんだ、もう。あ、これよくもらった。これ北海道なのかな。よくお土産でもらったゾンビラーメンってやつを、ももくんから来たけど、ななちゃん好きになっちゃったと。500ありがとうございます。もうね、ももくんはやめた方がいいよ。ね、足の方が若いからね。オッケー、行こう。ももくんリスナーちゃんから500もらっちゃった。おお、すごい。えなちゃんとかいう人かな。あ、えなね。うん。いつももうお世話になってるリスナーさん。あ、そうなんだ。うん、そう。ありがとうございます。でもこれこれって書いてあったよ。アットマークこれこれ。そう、そう、これこれさんが、あ、メインなの。何番だっけそこ。え、3番。やっぱりダメだった。え、無料じゃなかったの。いや、オーバーした。あー、30分も。本当？七桃が好きって、桃七でしょ。七桃って何？あ、な、ななちゃんと桃くんってこと？あー、寒い。寒い。ここはね、でもね、爆発力はないけど、あれよね。安定はあるよね。安定感抜群よね。爆発力はないんだよ。あ、閲覧会？うん。爆発するようなことしてないもんね。あんまりね。あ、まあね。ま、うん、安定してるん、ずーっとね。ずーっと見てるね。もう本気出せば爆発させるんだよ。その本気出してもん。いやいや、無理だよ。今、もうネタないもん、この真冬の中。いや、できる？ガリガリ君行ける？ナナちゃん行くなら行くよ、俺。いや、無理してもん。ここから。ガリガリ君、もう。体張ってくよ。確かに。やっぱエンターテイナー。伝説の企画ですかね。うん、そう。マリアリ君。でもちょっと待って、でもおすすめ来てたからやめよう。おすすめ取れた時にしよう。関係なくない、ガリガリ君は。いやいや。何が起きるか分かんないもんね。違う、数字取るためにやるでしょって。数字取んなら意味ないじゃん。だいぶ格好ないからね。うん、確かに。
かに。はい、何これ、うん、チョコ忍者飯。忍者飯って何、何それ。なんかグミ。うん、食べた。有名なのこれ、うん、固っ。ね、これ有名なの、忍者飯って北海道で有名なの。違う、どこでもある。うーん、初めて見た。私ちょっと味覚糖ね。どうする、ジャモン君。カプリンのバーセンに。ヒデママどうなったの、なんで今日会わなかったの。ヒデママじゃないけど。だってお酒飲んでるん、ずっと。飲んでるだけ。ね、足飲まないもんだって。うん、普段はね。うん。なんか飲んでると温度差があるんじゃん。飲まないと。みんな飲むじゃん、チュパも小峠も。ねえ、ひねまもね、ウェーってなってんじゃん、みんな。わん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 やね、昨日みたいにかい、うん、あんまりそういう、なんていうのかな、お酒の席あんま好きになる。ハプニングバー行ってもいいよ。うん、夜遊び。いや、でも、あれでもいいけどね、配信で面白くなるんだったら別にそのホストでもキャバクラでも何でもいいけど、うん、まあなんせ配信発展場に、ももくん発展ませんよ。やばいって、それはやばい。勘違い、怒らせるだけだって、そんなの。ん、発展場って本当の本…いや別にどこでも一緒じゃない、それは。いや、すいません、のんけですとか言って、お前てめえ舐めてんのか、こらぶん殴るぞって言われるんじゃない。それはない、それはない。お前舐めてんの、な、何のんけが来てんだよって。冷やかしかよってなっちゃうでしょ。ゲイバーとかだとあれだよ、ララ2は配信できないしね。ガチガチの、あ、ゲイバーいいんじゃないの。ダメか、ゲイバー疲れるね。私が、あ、そっかそっか、ナナちゃんがね、仕事みたいになっちゃうもんね。ララ2とか配信できたらいいのよね。うん、ももくんち出張ホスト呼んでいい。いいよ。いいよ、マジでいいよ。呼ぶ？じゃあ、え、それやっぱ札幌の出張ホスト、出張ホスト呼んでみたみたいな。やりづらくて仕方ないけどね、多分俺いるせいで。いや、わかんない、どこまでやんだろうね、札幌出張。心霊愛しは無理でしょ、この雪。うん、心霊スポット埋まってるね。いや、みんなが何が見たいかで、ね、もうお家帰ってもいいけど、12人だから。まあ確かに時間は時間だよね。結構奈々ちゃん頑張ってたからね、今日ね。そうだよね。うん、まあ雪祭りがさ、3時間ぐらいさ、寒い中びっしりやったから、ね、ムラムラすんでるんですっけね。したらさ、下半身のあれ、あそこ置いてってあげる。どこ、また発展場。私は潜入しろと。うん、いや、まあ消されるかも。で、俺んちもうタクシーでもう線もかかんないから。いや、私絶対あれね、ももくんしか入れないよ。なんで。私は入れない、どう考えても。なんで。で、これなんか風貌が発展場男に見えなきゃダメだもん。入るかい。発展場男に見えないダメなんだ。だってゲイの発展場の、ちょっとホスト食べていいんだよ。いいよ。ねえ、いや、初回だって3000円とかだもん。初回とか500円じゃないの。男は普通料金みたいな。だからさ、なんか設定を作るよ。なんかマネージャーで女優みたいなさ、そういう設定する。マネージャーで女優で何、あの、どうやってやんの。なんか設定付きの方が面白いよね。
大丈夫なんかオーナーとか挨拶しに来るから大丈夫大丈夫大丈夫今の若い子なんて大丈夫っつってもわかんないね。わかんないね、確かに。横浜のストリップで当たらないっつったとかストリップ大女優ね。なんて言えばいいの俺、太陽サスペンスみたいな。先生先生って呼べるのかい。先生、あ、先生って有名なデザイナーとか、ね、先生先生ね、ファッションデザイナーみたいなんです、エリック先生先生って、うん、ファッションデザイナー鈴木の二部って、あ、これ作ってるってかい。この服を作る自分の分なんです。今度鈴木のに、あの日本で1号店出すみたいな視察に来てるみたいな。でもだ、それは逆に先生先生言ったらさ、お金持ってないと。小説家の方がリアリティあるんで、小説家コラムニストとかね。AV 女優でいいんだよ。先生がいいんだよ、先生がね。先生って何の先生みたいな。それでいく？うん。で行きましょう。で騙すみたいな。キャッチに回？キャッチに声かけて。歩いてて。うん。モー君がもうマネージャーみたいな感じで交渉するみたいな。じゃマネージャーは先生今回初めてだねみたいな。うん。ちょっと夜遊び先生したくなっちゃってみたいな。先生のこと宗教団体の教祖みたいな絶対いいよ先生。いや、なんか霊感商法のグッズ売ってるみたいな。ホストクラブ行ってでもその先生のこと知ってる人いたらウケるね。わかんないね、いるかもしれない。いるかもしれないよね、夜はね。うん、配信見たことありますとか言って。行ったことある？ホストとか。あるよ。あんの？お付き合いで。うん。全然ある。もう。文句も気に入った子いればさ、隣つけてさ。気に入った子っていうか、もうただもう行ったらもう兄貴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 、そればっかりだもん。兄貴いただきますとか言って、もうそればっか。なんも面白くない。そんなだって。子供と喋っても仕方ないでしょ。ここは先生だけどか実は付き合ってんです設定にしようよ。あーね、オッケー。俺言ったら大概ボラれるからね、いろんな飲み屋とか。俺結構ボラれる、足元見られるね。持ってそうに見えるからね。文句言わないからね俺ね、一切。あー、どうぞどうぞ。知り合いがボってくるから、でも足がストップするから。知り合いがボってくる。全然信じゃいる。じゃあいいね。一番ダメだよね。何タイトル何するホストクラブ。北のホストでいいんじゃないの。北のホスト、うん、まあ、すすきのホストでもいいね。すすきの有名だからね、すすきのっていうワードが有名なんの。うん、すすきのホストって言ったらってなんかさ、すすきのって夜の街って感じじゃん。すすきのホスト潜入。潜入すすきのホスト潜入軽くね。あ、これダメだ、テロップ規制かかんない。挿入なっちゃった。なんて挿入ってダメだよね。あ、挿入潜入アクセサリーつけようかしら。なんかそれっぽいの。地図持ってくればよかったな、カードとかね。もう演技力が試されるからね、ここからね、文句は。
でも許可でツイキャスやってますか、先生だかい。なんかこう趣味でやってみたいに。先生趣味でやってみたい。あの啓発、啓発の DVD とか出してるみたいな。わかんないです。もっとわかりやすいやつにした方がいいって。何わかりやすい。何。啓発 DVD、 自己啓発 DVD みたいな感じ。そうそうそう、セミナー用のほら動画撮って。あ、そうなんすかって言う涙ね。なんでこれピンがいっぱい入ってんのか。でもそれやってんのに先生初回で500円なの。そうそうそう。来たこれ初めてだからみたいな。先生初回で500円とか1000円とか。何やっぱファッションデザイナーでいいんじゃないの。これも自分のオリジナルブランドみたいに。養分コメントで呼んでるっつるよ。どこに分かんない。小峠とかもいる。行く、ホストクラブ。みんなで行ってみようよ。みんなで行くならハプニングバーの方が面白いんじゃないの。そういうとこじゃないの。いや本当に行ったことないの、マジで。そういうとこはハプバーとかはマジでない。そういう本気でエッチしてるんだよ、だって。あ、そうなんだ。みんな服脱いでるし。それは何、おーみたいな感じ。わかんない、北海道のハプバーがどうなのかわかんないけど、いろいろ種類があるからね。バーカウンターみたいのがある店もあるし、すすきの、どうえくんなんだって。ホストクラブでハプ、いやハプバーはだからプライベ会員制だから、訴えられたら怖いよね。怒られたりとかね。いや、あの、いや反社会的な感じがするじゃん。あ、そうなんだ。反社系なんだ。なんかそう経営が、うん、なんか出てきそうな感じなんだよ。まあグレーゾーンだもんね。怖い人出てくるね、絶対ね。ああ、そうなんだ。そっち系とは知らなかった。もう東映くん無視でいい？だから携帯とかも持ち込んでダメとか言われるみたいな。ああ、そっかそっか。ロッカーに全部。勝手に写真撮ったりするやつとか出てくるから。そうそう、ロッカーに全部荷物入れてみたいな。小峠はリスナーにするから無理。小峠、小峠はな、リビアンなの、まだリビアンにいるの。テスタグラがね、好きのいるから夜の街を遊ばないとね。お鍋の店とかもいいんじゃないの。あー、それだったら文句も楽しめるか。まあ普通だね、俺は別に全然いい。お鍋バー、うん、まあ、あるよ。でもいいんじゃない、お鍋の店も。でもお鍋だったらホスト行った方がいいんじゃない。まあまあどっちでもいいけど。私は別に、とりあえず駐車場止めるわ。先生先生先生。感染できればぶっちゃけどこでもいいんだけど。最後の夜だから、もう明日は多分何もしないと思うかな。はい。
えるだけだった。ちゃんと干せるように、いやぶっちゃけ男二人でしょって言われる可能性もあるよね。干すと？ちょっとこれ干していい？あ、いいよ。私もそうかな。ぶっちゃけ二人とも追い出される可能性もある。でも最近大丈夫だけどね、おかまでもね。干すとかい？食われたことないけど。いや干すとは別に全然大丈夫でしょ。うん、ただ料金が男料金だったら高いみたいな。いや、文句もお姉設定すればいいんだよ。だったらちょっと待って。いや普通に話しててもねみたいな。普通にできないもん。あら可愛いわとか言って、ごめん、そう、あの子いいわとか。先生よ、今まで普通に話してるおかまちゃんもいるじゃん。ちょっと先生、ススキのいいわねって言えばいいの。エビゾウさん真似してるヨギちゃんだよ、そんな。いや、みんなこうなっちゃうね。グミが入ってる。じゃあちょっと違うんだよな。やって、ヨギママの真似。ひなちゃんさーってね、どういう、あの、この辺、ママ君の話見てたけど、あれ、やっぱ、あれだよね。やっぱさ、なんと普通なんだよね。なんかありきたりちゅうかさ、だって私はさ、もう8年配信やってるからさ、とか言ってた。あ、ヨギママ？そうなの？ 8 年もやってんの？なんかね、なんかスキル足んないけどさ、配信者としての自覚がないんだよね。きっと違う。ダメ出しされてんじゃん。北海道行って何でホストなんか行くの、結局男好きなんでしょって。そういうさ、やり前みたいなのもうやめねえよ、なんちゃんって。最初ほら、彼氏さ、あの退院したから、こう今度会うけどさ、とか言ってね。彼氏いるんだ。え、あーちゃんは一人だから別に遊んでもいいんだけど、みたいな。おいおい。でも小峠と秀豆はね、あの一緒に過ごさなくても正解だわ。ダメだよ、あんな絡んでさ。特に秀豆なんてあれだからね、とか。喧嘩してんの？え？喧嘩してないけど。結局フワッチ行っちゃったじゃん、みたいな。ヨギママと秀ママ。フワッチの話じゃダメなんだよね。やっぱ、中継も最近つまんないけど、私がいい、みたいな。ララ2は、ね、多分配信できないんだよ、ね、できないできない。ララ2できない。てかもうショー終わったわ。最後のショーがあるとかはもう難しいかも。最後のショー多分どっちにしてももう知り合えればいいけど、ララ2やってる最中かもしんない。11時半とかじゃないの、うん、あれラスト、うん、そうだね、多分11時とかね、うん、時間決まってたんでしょ。見てたの、ツイキャス見てる子いるんだよね。あ、そうなの。いる。じゃあいけんだろ、ワンちゃん。なんだかちゃんって一番可愛い子、札幌のララ2の一番可愛い子がツイキャス見てんの、やってんじゃなくて、なんか、うん、コメントしてたよ俺のとこで。アモモくんとか言って、俺行ったのさ、ララ2。なんか鈴木のね、面白い店し、ん、ホストのキャッチ24時までなんだ。なおちゃんだっけ、リナちゃん、そう、リナちゃん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 、一番可愛いか分かんないけど、まあ結構エースだよ。ナラ2のエース気味だと思う、多分。知らんけど。ゆうちゃんも見てるって言ってた。全然知らない、北海道の。そう。売れっ子出ないかな、多分。モリマンって、あのモリマンのお店があるの？あ、札幌ね。吉本のモリマン？札幌モリマンってあれじゃなかった？札幌の人じゃなかった？
あの人の店もあるね、ドリカムのあの覚醒剤で捕まった人の店、ゲイの人ね、店いるっつってたよね、いつもね。へえ。とかあとあのキーボードかなんか、西川さんかガンダムゲイで、あの人ゲイなんか、ゲイだよね、あの人ね、うん、ガンダムって店とかね、ガンダム、うん、おなんかモノマネの人じゃなかったかな、確か、森尾の店は会員制のアジアでダメだね。ホストクラブ行こう。うん、行くか。モモ君はゲイ設定で行こうよ。何ゲイ設定って。あら、いいわね。カードが残っています。そのなんか挙動不審なモモ君を見たい。ちょっとね。挙動不審？ちょっと。どんな感じでやいけばいいの、できるかな、そんな演技力、演技それかもう先生設定だよね、どっかどっちがいい、それは先生の方がいいんだけど、先生設定行こう、普通でオッケーオッケー、うん、先生設定でいきますよ、うん、先生設定に何の先生かはまあ話の流れでね、ナンパ？え？ナンパだってよ。ナンパ？すっぴりなしにあるしね。と。大変あの方すごいいいお客さん。あの方バケモンなんで。どんどん買ってください。どんどんお立ちからバンバン買います。キャッチいっぱいいるとこでしょ、うん、キャッチがいっぱいいるとこ、うん、先生、あのももくん交渉してください、これがね、うん、交渉を、林さまっつる、この2人マジックバーっていうのがあるある、混んでるよ、あれ話してんの、うん、マジックバーめっちゃ混んでる、人気ある、へえ。待ってるも人、マジックを見るだけ、行きたかった、なんかやらせてくれんのこうやって、へえ。絡むみたいな、だからはい好きなカード取ってくださいとか言われる感じでしょそう感じ、うん、みたいな、ネタとか分かっちゃったやだよね、ネタのが分かるわけないでしょ、 分かったらマジックバーなんないでしょ、そんなの、いや、だいたい似たようなマジックポロンって間違えちゃうのかい、近くで見れば分かんじゃない、いや、にぎやかだね、それともカラオケ、ちょっと先生、はい、走ってください、なんで先生に走る先生右、ちょっとももくあかんのですよ、ガールズバー、ガールズバーって高いもんだよ、山より高い、ね、もう歩くの下手くそだないや、じゃあ何それ寒いからくっついてるの、あ、そうなの、そう、あっちらこっちら飛び散るから、ももくん、あ、いいね、これでね、そうよ、やばいね、これ凍ったら怖いね、朝とかね、めっちゃ怖い、滑って、先生、初回で先生、初回初めてだ、ちょっと俺恥ずかしいんですけど、大丈夫ですかね、何色しちゃったのこれ転がってんだけど、人がこれ分かる、寝ちゃってんのかな、高いから
座るの濡れるし、もっとくっついて、だからあの、うん、札幌の、うん、付き人の男みたいなね。あ、そう。じゃあなんかノリノリになってきたじゃん。うん、行こう。先生ここ、先生どこ？この辺に多分ホストいます。どこにいるの？全然ホストいねえじゃん。いないじゃん。いないわ。夜中にならないと出てこないから。さっきいっぱいいたんだよ。本当。あ、だから12時までつってたよ誰か。いや、夜中もいるけどね。12時までって居酒屋だもんな。どこにその店が集合？この辺ホストいるんだよ。さっきいたよ、ここに。ラフィラ前。ちょっとこっち行こう。全くいないんだけど、ホスト。さっきいたよね、ここにずら。あ、メンパブ、メンパ。メンパブ？まあ、ホストみたいな、ちょっと安いみたいな。ちょっとこう、交渉してきてよ。いや、一緒に行って。どこどこ、うん、どこよ。これ何、ホスト？あれ先生、この子どうですか？あれいいわね。はい。これ何屋さん？ホストクラブかな。そうですね、ホストクラブ。先生どうですか？はい、いいんじゃない。いい、可愛 いですよ。若い子が多いの。どうされたんですか？いやいや、普通に先生がお店行きたいって言うんですよ。あ、本当ですか？ぜひ。何人ぐらいいるんですか、人は？人数ですか？うん、これできるか聞いてよ、ももくん。どうしたの？痛い、お腹痛いの？二十何人の？はい、人数はすごい多いです。これ撮ってる、撮ってる。ね、お腹痛いです。お腹が痛い。足持ってない今日、携帯。ごめん。大丈夫。ゲイ止めないから。いいんですか、どうですか？ちなみに料金は先生。初めてなんで。倍ね。90分1000円なの？付き人も大丈夫かな？こんなにお安いですか？男性料金かかっちゃうんですよ。あ、男性料金。あれね、別でちょっといいんですかね。いいよね。いや、もう先生次第です。いいよ、いいよ。いいですか？初めてだからわかんないけど。本当ですか？もも先生、これ。なんでね。あ、これね。動画は OK かな？多分 OK。配信してんね。配信 OK かな？周りなんか趣味でやられてるんですよ。オッケーだと思います。先生の趣味で、うん、本当にそんな軽くていいの、うん、寝ます。寒い、本当に。あ、お疲れ様です。男性客と、あと初回の方も。あ、おかまって言っといて。大丈夫。はい、あ、違います。お茶も大丈夫。そういう余計なこと言わなくていいよ。いや、言っといて、出た今、言った、伝えた、これだからみたいな。北海道なかなか来ないんだから、私。そうなんですね。ねえ、こんなこと、余計なこと言わなくていい。今度本出すし、ね、そうなんですね。先生、断ってって言われてます。断って言われて断ってって言われて先生、断れた。なんか、全く知らない男性客だと入れない。何が？ああ、付き人がダメなんだって。ああ、そういうこと。先生一人で行ってくださいよ。ここの常連さんだったらいるんだね。はい。いないから。紹介とかみたいなね。なんてお店なんだろう。多分知り合いいるかもしれない。その女の子がいれば OK だの？あ、うんうんうん。じゃないです。なんか、え？男性客だと、厳しいと。そうですね。いいんです。ダメですか？もう君、じゃあ帰って。いや、いいですよ。え、僕がお店の前でまで行きますよ。お店の前まで。違う、なんかそう入れるとこない？他のお店ですか？うん、他のお店で。ちょっと、あ、男性同伴でダメなのね。ダメなんですかね。最低2人いないと怒るんですよ、いつも。あ、そうなの。この人もあれだけ男好きだ。かまちゃんなんだよ。そうなんですか。なんだよ。どうしましょう、ちょっとダメか。じゃ行きますか。いや、違うとこさ、ね、すいません。はい、ガールズバーとかやったら紹介とか。はい、いや、女はいいわ。わかりました。ね、女、うん、あ、男性同伴無理なの。途中でやばいんだけど、着いたんだけど俺。これが来た来た来た。
もう男性同伴でも入れる？はい。え？お店の人じゃないの？お店の人です。男性同伴でも入れる？初回なんだけど。うちの店はもしかしたら入れないかもしれない。なんで？同じ店ですか？あっちと。あっちと一緒。人は多分また違うと思います。ああ違うの。はい。フィリピンのそうなのね。ダメなの？あ、ダメです。すいません。先生が講習したらしいの、喋んない。私なんで俺先生になってんの？おかしい。設定が途中で設定変になってるから。何がちゃんと設定守ってよ。ダメ先生。ちょっともう何がダメなの？なんでダメなの？分かんない。喧嘩するから。やからっぽいのいるんじゃないの？男でそのそういうこと、うん、おいお前飲めよとかってやるんじゃないの？男が特にそれめんどくさいからじゃないの？私がダメなの逆に。いや男同士だから。でも大丈夫って店あったけどね。俺すすきのだってホストクラブ行ったことあるもん。そなんかあバラバラ集合してないんだ。昔ね昔ね。寒い。うん、なんて書いてる。何が何ラーメン屋だよ。またラーメン屋。うわー大丈夫。すいません。わーびっくりした。危ないよね。全然ホストいないね。ラーツーは全然入れると思って。配信が出る。ほんと少ないわ、ホスト。キャッチがカラオケ行く際で久しぶり。3組ぐらいしかなかったもんね。久しぶりカラオケする。カラオケかい。あ、昔思い出してる。カラオケなら申し訳ないでしょ、この今のリスナーさんに。なんでカラオケは雅でしよ。カラオケは雅。先生どうですか？カラオケの人じゃないの？何の人？あ、居酒屋ね。いや、明らかにホストじゃないしよ、こんなの。ホストっぽかったの？いや、違うよ。可愛い顔してる。全然違うわよ。なんなの、あの女のメンバー。いや、だキャッチかい？いや、あの、ジローっていうなんか北海道の女の目つきが嫌い。こう、なんか、みんな目つき悪くない？こうやって。白い目で見るみたいな？こういう目すんだよね、北海道の女。あー。男性入れるとこある？チラ見みたいな。中銀ビルのホストクラブだって。中銀わかんねえ。中銀ってどこだ？中銀ビルって知ってます？あっちです。ありがとう。中銀ビルあっちだ。あ、やっ、ちょっとわ、中銀ってあれか。中銀大倉の隣の隣ぐらいだ。ビビアンの近かった。昔の古い裁判の隣かな。じゃあ帽子いらない？なんで？中銀って。帽子変？いやいいよ。先生っぽさ出てる。先生っぽさ出てるって。帽子素敵です。素敵だよね。マダム感出てるからね。マダム感。歩いてるけど楽しい。人いっぱいいてね。久しぶりにこういう繁華街に来たからさ。ないわ。まだ早い。まだ早い。もうちょっとね。ああ。寒い。結構寒がりだよね。寒すぎる。なんやっぱ北海道の人の寒がりなのかな。うん、寒い。やっぱ薄着じゃったからじゃないの。世界一あったかいダウンなんだけど、これしても。え？世界一あったかいダウン。これ？うん。あ、モンクレ？モンクレじゃない。なんなの世界一あったかいダウンって。
世界一あったかいだろ、ムースナックルズ。ムースナックルズだったじゃん、うん、今ね、あ、今ね、なんとかビル行ってる、中中銀、うん、中銀、あ、これだ、あ、これか、中 N グランド、これじゃない、違うでしょ、 N グランドでしょ、中銀ってもっと奥じゃね多分ホストクラブって結構わざっ割と、サイバーの隣だって、サイバー、サイバーのやっぱ隣だそうだよね、サイバー、 あそこホストとか結構入ってるもんね、みんな詳しいんだね、そこだもん、俺もそのビルだもん、昔行ったのね、もうでも15年前だね、10年前だね、もうメイクの、でマスク外すね、だからちょっとこっちはだろ、マスクに穴開けて飲もうかな、ストローで昔思い出して、何これ、急にバッテリーなくなった、寒すぎんだわ、あ、やだ、フリーズした、フリーズしてる、寒すぎんだわ、中入んないと、そろそろ落ちるかも、さっき満タンだったのに、落ちるかもしんない、さっきだって満タンだよ、いいじゃないですか、大丈夫、他に盗む、すごい滑る、よいしょ、でも配信してほしいってさ、配信してくれるんだったらタダでもいいですっていう店もさ、あー、あるけど、あるよ、歌舞伎町はあるんで、あるあるある、配信、例えばナナちゃん、ナナちゃんが配信してくれたらタダでいいですとかさ、だって俺でさえがたまにこう DM 来るも言われるもん、うん、うちの店で配信してもらえませんかって、で、あの配信してもらえるんだったら、あの全部飲み、何でも飲んでも、うん、食べても何でもいいんでって、あ、ここにララ2があんだ、これがララ2だ、これララ2だよ、へぇ、ララ2があった、これがサイバーシティというところなんだ、サイバー、サイバー隣、ここ一周だけ、あざきにあれだわ、これなんで反応しないの、これどう？よいしょ、オッケー、ここね、もう落ちにくい、よいしょ、あ、5階、うん、なんて店、ダイニングバー、わかんない、なんて店なの、バーじゃないのこれ、バーなの、うん、ダイニングバーって書いてるの、パンチョクラブってとこじゃない、パンチョクラブ、うん、5階行ってみるか、ウレナクラブとか5階行ってみる、なんかいっぱいありそうよね、え、ちょっと待って、もう1個リスナーさん言ってんじゃん、って友達なんでしょ、え、ホストがモンジュリに会いに行くって向かってるだってよ、どこに向かってるってよ、今、はいはい、駆けつけた、駆けつけてる、 だってさ、ラッキーだよね、むしろね、1000円でやってって言ってもうか、うん、まあいいんじゃない、1000円、ナナちゃんだって来てくれるって、おさわりありで1000円、ね、普通ラッキーすぎるでしょ、お店的に、うん、そこのお店入れるなって乱戦、先生接待はもう通じないね、普通にしようか、うん、
もうしゃあない。だってリスナーさんでしょ。ファニー、ファニー、待ってよ、ここに来んの本当に。わかんない。だから安心できるところね。うん、上の人が来るのって、うん、上の人って何？飽きた。あ、こんばんは。あ、こんばんは。配信見てました。大丈夫ですか？本当めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。あ、ホストです。いいんですか、行って。あ、ちょっと営業時間がちょっと若干予報でして。え？ 2時からなんです。あ、2時からなんだ。2分ね。あ、そうなんだ。そうなんですよね。あ、じゃあ惜しいね。惜しい。今やってないんだけど。開けちゃえばいいじゃん、チャンスだよ。いや、開けたいっすよね。うん、だって、なかなかこれだけね、見てくれて。今だったら3、4人しかつけないんです。3、4人ってか、いいんだよね、別に1人でもいいよね。え、開けんのがいけないんじゃないの。いや、違う違う、だからお兄さんが店行って鍵開けて普通に。鍵開いてるんですよね、今。あの、あっちでなんなら配信してまして。あ、そうなんだ。配信者なんだ。なんか最近やってて。へえ。これちょっと音しようかね。どうする？びっくり。いや、それなんかちょっとうまいことやってもらえないんですかね。いや、不衛法的なもの、ね。あ、ダメだよね、そうなんだよ、捕まっちゃうもんね。今開けちゃえば大丈夫でしょ、不衛法。今開けちゃって でも一回閉めなきゃいけないところなんだよ。時間帯的にちょっと閉めなきゃいけない。あ、12時まで。そうなんです。あ、そっか。じゃダメじゃん、配信全部ダメじゃん、どこも。ダメじゃん、それリアトツ、リアトツ全部ダメじゃん、それリアトツ。そっかそっかそっか、分かった、大丈夫。それ全店ダメってことだね、さっきのホストクラブも。あ、そういうことだよね。それそうだよね。もうススキノの12時過ぎてるね。で、2時からだったらどこも行けるってことだよね。そういうことだよ。まあ、あの、大丈夫であれば、頑固な B でも、こちらの隣のクラブ AD の公開で。バーだったらいいね。バーだホストチックな人がいるバーみたいな。うん、寒そう、めっちゃ。いや、まじか。中銀通った。中銀ってか、はい、あっち通ったね。あ、かわいい系。かわいい系だね。うん、お化粧してんのかな。化粧してます。こちらは。あ、どうも、はじめまして。好青年系だね。ちょっとなんか、ああいうとこに似てるよね。じゃあ、あのクラブエデンの。ああいうとくんっぽいよね。官房補佐と支配人。クラブエデンさん。いやいや、カンボです。じゃあもう、店をさ。いいじゃないの、こうまた来ればいいの。ね。ありがとう。宅飲みすればいいじゃん。宅飲みだし。いや、迷惑になっちゃうもん。オープン前に。オープン前に。ありがとう、寒いのに。え？祭りみたいな。祭りね、またここのビルじゃないですか。あ、隣の、あ、隣で、ね、エデンだって。エデン、あ、サイバー、あ、サイバーの隣で、あの EM26 ビルってとこだけ。へぇ、なんかいいお店あればね。ちょっと行ってみます。リアト、リアト、ここの5階でやってます。ここめっちゃ綺麗なビルだよ。へぇ、なんならちょっと写真とか。あー、いいです。寒くないの、大丈夫。めっちゃ寒いです、びっくりしてます。左の方が、さっきリスナーさんが電話した方かな。あ、かもしれないです。関係ないのかもしれない。ちょっと持って、寒くない、大丈夫。これツイッターとか上げちゃっても大丈夫。あ、大丈夫。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ララツーの人じゃない。あれ、あのキャッチ、そうそう、そっか、やっぱり夜中にならないとキャッチがいっぱい増えないってことが。そうですね、あっちに。あ、そうなん、時間が悪かったのね。そう、やっぱそうなん、なんかいないもんなと思ったもん。もうちょっとね、朝方とかさ、3時とか4時とか。あの日の子が かっこいいじゃん。かっこよくない、ワイト君とかってね。好青年じゃない、なんか好青年じゃない。ワイト君とかね。あーどこに10年後って感じ。10年後ねえ、どうする、もんくん。もうないよ、もう不衛法的に配信が無理だわ。報告とか遅かったね。うん、だからバーならできるよ。なんか闇スローとかないの。あるよ。いや、あったけど多分今もうないんじゃないかな、カジノとかね。全部なくなっちゃったね。
マンションカジノとかなっちゃったからね。へぇー、ナイスマンションカジノ。昔は店舗で、うわ、ここ面白いよ。何これ、ポールダンス。へぇー、ここたまに来る。すごいよ、うん、ここ撮影一切禁止、全部女の子ティーバッグだから。へぇすごいよ、入り口でだって下着姿で立ってたもんね、今ね。もう多分行ってんだよね。行ってる行ってる、あそこ行ってる行ってるっていうか、俺はそのポールダンサーが別に全然やらしくないじゃん。全然やらしくない、1ミリもやらしくない。ミリオンじゃない、フェニックス行くんかよ。全然行く、普通になんかバーみたいな感覚だよ。かっこいい、うん。結局ビビアンかしら、まあ、ビビアン。アメトーク、何あれ、キャバトークって何、何あのキャバトークって、アメトークかと思ってます。こっちビビアンでしょ。あ、違う、ビビアン行かない。あ、ビビアン行かないか。ビビアン、なんかエスコート下手ね。何、なんかこう強引よね、結構ね。いいんだって、俺についてこいっていうあれだもん。そうだよ、なんか動きが読めないんだよ、もう。あ、ぶつかってくるの。なんかフラフラフラ、なんか下手なあれ、ここ昨日飛んなかったっけ、ここ、うん、どこ行くの。いや、もう帰ろ、寒い。帰る、うん、帰んの。じゃあ駐車場逆だよ、タクシーでも帰ろ。どうすんの、車駐車場まで歩くの疲れちゃった。歩く、近いよ。え、近いよ。どこなの。すぐそこ、あ、うん、駐車場、うん、ここビビアン。ビビアン、ね、酔っ払いっぱいあるからね。酔っ払いっぱいあるからやっとくか。そっか、時間がダメか。そうだね、そうだわ、ね、キャバクラとかもそうだもん。お前だけある。いや、ハプバー、ハプバー話してた。ハプバーも全部ダメじゃないの、それ営業的に。そうね。ね、うん、ハプバーでも別に関係ないじゃない。出会いバーみたいな感じ、ね、うん。そこそこ駐車場。なんかグダグダね、うん、確かに。グダグダ、間違いねえ。グダグダ、うん、ノープランだったからもう適当だもんね。そうだね、いいじゃん、お散歩できたわけだ。深夜徘徊、うん、みーやラーメン食べたから満足満足。モー君タイプ。ありがとうございます。そんなこと言って、ワカサギ、ワカサギは一匹釣りました。ん、ワカサギは一匹釣ったね。そうだね、うん、しかも最初でね、ワカサギ良かったんじゃない。当たってよけど、どっち行くのって。本当にまっすぐ歩いてよ。本当フラ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 かい。まっすぐ歩いてって感じ。な、手がクリックリクリックリ、このね、入れてる手がクリックリクリ。雪すごいよ。これくるくるのとかも。カラオケいいよ。僕もうお疲れ。あ、やだ、うわ、びっくりした。うま。お疲れだから。寒い。もうお部屋でまったりするか。うん、
結構歩いたね、今日ね。結構歩いたよ。今度コースター人いんで、ここは、うん、あと男もどっちにしてもダメみたいな感じだったもんね。そうだね、うん。死んでやんじゃん、もう無理だよね、こっかしに朝までコース無理でしょ。死んでーわ。まあ、数字は取れると思うけどね今。うん、死んでやれば取れると思うよ。死んで取れる。ちなみに前回の最後に俺死んでやった時で、うん、6000ぐらいいってたよ死んで阪神。うん、だから奈々ちゃんとやったらもう1万ぐらいいくんじゃない。いかないよ、みんな寝ちゃうよもう。奈々ちゃんたちは5000なんぼだよ。心霊見たかった。でも心霊スポット自体がさ、あれだわな、うん、心霊スポット自体が雪でなくなってる。心霊みたいだって何も道具もなくない。いや、あるのできるとこないないない。そんなとここんな雪の中行けないよ。領収書ありがとうございました。またお越しください。芸能者ごっこって何？よし。適当に心霊って何なの？本気も適当もあるの？本気も適当かい？うわっ！うわお！あ、終わった。ちょっと待って。え？車壊れるわこれ。マジで。斜めに出ないと。あ、止まっちゃうもん。いやもうバンパー取れちゃうよ。なんて。ベルトしとめ。バンパー取れちまう。いいな。札幌意外といいかも。冬は寒いけどね。ねえ、都会だもんね、うん、そういう各地に、なんていうのかな、家が欲しいよ。あ、気に入ったとこにね、うん、いいね。渡したいものがある人がいる。どこ？ちょっと文句待って。いいよ。待ってる？どこに？ゆなちゃんじゃないの、もしかして。どこに待ってんの？サイバー？あ、さっきのサイバー？あー、オッケーオッケー、いいよいいよ。サイバー前ね。ゆなちゃんじゃないの、どうせ。サイバー前行くわ。来てってね、多分荷物めっちゃ持ってんじゃない、サークルコナ。ゆなちゃんでしょ。